佐々木くんとずっと一緒にいられたらいいのにって、本当に本当にそう思ったの。上智と青学ね。もう決めたので。どうせ田舎が嫌なんでしょう。屋上で見た時ロックがギューンってかかったもん。なんつうか初めての生理がもう一回来たみたいな感じ、カミングスーンって感じ。いつもこっち見てるし、それで何も感じるなとか言われても。俺白津さんとずっと友達でいたいなとか思った。友達、世界ってこんなに熱いんだ。だってわかんねえ、俺好きな人にさよならしたことなんかねえもん、一回も。届かない指がちぎれそうだこの手に、掴めなくてもいい、伸ばした指先触れたものを追いかける僕のレモンの頃